クレメンス3世は、ローマ教皇である、グレゴリウス7世、ウィクトル3世、ウルバノス2世、パスカリス2世の4代にわたる、対立教皇である、カノッサ博の一族として、パルマで生まれた。カノッサの屈辱や除人ン闘争で教皇の、グレゴリウス7世と神聖ローマ皇帝である、ハインリヒ4世は激しく対立していた。カノッサの屈辱から年後の年に、 グレゴリウス7世は再び、ハインリヒ4世を破門し、さらに行位からの範囲も宣言した。するとハインリヒ4世は、ドイツの司教を味方につけ、逆に、グレゴリウス7世の範囲を宣言し、1080年6月25日に、クレメンス3世を擁立した。さらに報復としてハインリヒ4世は、クレメンス3世と共に、ローマに侵軍し、武力で制圧に及んだ。 グレゴリウス7世は、ノルマン人のロベルトイル・クイスカールドに救出されたものの、ノルマン軍の質が悪く、ローマ市民には不評だった。このため、グレゴリウス7世は、ローマから逃亡し、1084年3月24日に、クレメンス3世は性別して即位した。この時、ハインリヒ4世を神聖ローマ皇帝として、退官している。1085年にグレゴリウス7世は死去し、 後継者のウィクトル3世には実力が乏しく一時的ながらノルマンの軍隊によってクレメンス3世は追われたがすぐに復帰した。ウィクトル3世は1087年9月16日に死去し後継者のウルバヌス2世もクレメンス3世に対しては無力な存在だった。ウルバヌス2世は1099年7月29日に 死去し、後継者のパスカリス2世の即位した1099年8月に、ピエル・レオーネ家によって、ローマから追放された。クレメンス3世はハインリヒ4世と協力して、ローマ奪還を図っていたが、1100年9月8日に、チビタ・カステラーナで死去した。クレメンス3世は、対立教皇の中でもグレゴリウス7世から数えて4代に、渡って、ローマで強大な影響力を保持し、 その実力は正当とされている教皇を上回っていたことから正式な教皇とみなされることもある。ありがとうございます。